の26日に後進高推進名護大会という決議がありまして、その中でですね、3つほど、今日は話したいなというふうに思っております。7つの項目でありましたが、今日は、沖縄縦貫鉄道の導入整備とですね、名誉大学への医学部設置、北部を福祉特区地域の指定へという3つについてちょっとお話を申し上げたいというふうに思っております。まずは沖縄縦貫鉄道の、予算調査費がですね、1億円余がつきましたですね。調査費で1億円がつくというのは並大抵のことじゃないそうです。調査費が1億円がついて、それから、沖縄の鉄軌道をですね、どうするかというふうなことになります。私は、北部の地域の活性化、沖縄の活性化のためには鉄道が全必要だというふうに思っておりますし、前からですね、それはずっと言ってきているところであります。その中でも那覇から名護、名護から那覇というふうなことが、これからしっかりと路線を決めてですね、私は復興振興のために、またやんばるのためにもですね、名護から何を買ってですね、鉄道を走らせてみようと。これはですね、九州、博多、鹿児島間は博多からやったらですね、新幹線遅いわけですよ、遅かったわけです。それを鹿児島の皆さんが頑張ってですね、鹿児島から福岡に向かってやったおかげでですね、早めに到達したわけでありましてね、それを私は福岡、九州新幹線方式でですね、ぜひともそういう名護からスタートすると。それをですね、名護から辺野古、辺野古から下呂座、下呂座から金というふうに那覇に向かってですね、走らせてみたら面白いなと思っているところでありますので、よろしくお願いをさせていただきます。そういうことによって、名護市の定住人口がですね、北部の定住人口も大正時代から今でかってですね、13万人弱になります。それを鉄道を施設することによってですね、定住人口も増えてきますし、雇用の創出もなりますのでですね、ぜひとも市民で頑張っていきたいと思っております。2番目には、名誉大学の医学部設置でございますが、沖縄は医師不足、全国的に医師不足でございますが、特に沖縄は医師不足であります。その中でもですね、名誉大学の医学部ということでございますが、この医学部を設置するときはですね、保健学科がなければできません。保健学科ですね、保健学科があるところでしたら医学部の設置もですね、早めにこうできるということは言われております。有名な私立大学でもですね、いきなり、医学部設置しようとしてもできないとなりましてですね、幸いにして名誉大学は、公立にもなりましたしですね、医学部の設置をして北部の福祉、医療福祉の向上にですね、貢献できるものだと思っております。そういう意味で、北部福祉特区構想でございますが、医療福祉が充実してですね、やんばるが本当にたくさんの観光客、沖縄にいらっしゃる観光客の皆さんがですね、ゆっくりとこう、できるような、振興策を作っていかなければいかないんじゃないかなと思っております。そのためにも、先だってですね、2、3日前の記事でしょうが、メッシュサポート、救える命を救おうじゃないかというね、こうありました。はい、もう分かります。あと30秒で終わりますので、はい、救える命を救うというふうなことがございましてですね、今、資金難に本当に困っております。年間ですね、8000万から1億を使うわけでありましてね、その中でこの民間の活力、個人の寄付等々では間に合いません。その中で私は北部振興策からですね、8000万から1億はですね、北部振興策で当てるということにすればですね、この医療福祉に携わっている先生方、まだドクターヘリに頑張っている先生方がですね、安心してですね、医療福祉に貢献できると、また救急に対応できるということがありまして、ぜひとも皆さんのお力を借りましてですね、そうしたいなと。また今復興振興策はですね、ソフトの面にもできるようになりました。かつての、厚生大臣ですね、が、ソフトにもできるようにですね、制度化しておりますので、
これを持ってですね、北部振興策で手当てるということでございます。これからまた皆さんと共に一生懸命頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日は大変ありがとうございました。